はい、よろしくお願いします。今回は受験対策動画関数第13弾やっていきます。で、今ね映ってる問題やっていきますので、先にチャレンジしたい方はぜひ止めてやってみてください。で、この後この問題文外して解説やっていきますので、まあ、問題見ながら解説聞きたい方は、パソコンだったら別タブで開いてもらったりとか、あとツイッターの方ではこの画像アップしてますので、まあ、そっちでチェックしながらとかうまくねちょっとやってみてください。ではまずちょっと画面引きますね。ちょっとお待ちください。よいしょ、もうちょっとこの辺かな。よし、じゃあ早速やっていきましょう。でちょっと消えちゃったね。で、まず、まあ、いつもね自分がやってることですが、関数っていうのは、まあ、問題文が長いんですよね。今だったら左上にあった4行5行か。で、そこの情報をこっちに移します。で、問題によっては先に書いてあることもあるんですが、一部書いてあって一部書いてないみたいなこともあるので、ここの情報が全部あるかどうかをチェックしていきます。まあ、今回は何もないので全部移していく感じですね。で、まずあのところ、関数が y イコール x 2乗と書いてるので、まあ、あを残すか残さないか任せますけど、まあ、これが y イコール x 2乗なんだとメモって、で、次に2点 AB があると。で、 y 軸上に点 C、 だから C 今ここにありますけど、 C 動くんだよね、平行四辺形作る、ね、ものによっては。でも C は絶対 Y 軸の上って言ってくれてるので、座標としては X は0は確定になります。 Y 軸の上って言ってるから。もし何かが X 軸の上って言われたら Y 座標が0が確定します、必ずね。で、次に ADBC が平行四辺形となるように D を取ると。だから D は動くんだよね、好きなところをね。だから何も確定できないんで無視して、で、 A がマイナス3の9、これがマイナス3の9で、 B が2の4と。で、ただし点 C の Y 座標、こいつだねの Y 座標が、点 A の Y 座標より大きい、 Q より大きいって言ってるんで、まあ、簡単に言うと C の方が A より上にありますよって。 Y 座標が上だからね、大きいからさ。で、まあんま気にしなくていいね、これはね。で、あと、座標の一目盛りを1センチとすると。で、これはまあ、最後の4番で、センチ、平方センチメートル出てきてるので、まあそこで言うために使ってるもので、まあ、もし面積を聞かれる問題、今回ないんですけど、面積聞かれる問題があったら、その一言があるんだったら、最後にちゃんと単位をつけます。12平方センチメートルみたいな。でも、その指定がなかったら単位をつけちゃダメです。センチメートル。まあそこの区別になりますけど、まああんまり気にしなくていいね、今回はね。よし、じゃあ1番から行きましょう。今回4問ですね、全部で。この辺からで入るかな。大丈夫ね。もうちょっと左でいいか。よいしょ。ちょっと手で消したから来たのかな、ちょっと。この辺でいいかな。よし。で、1が関数、だから y イコール x 2乗について、x の値がマイナス3からマイナス1まで増加するときの変化の割合ですね。で、変化の割合は、今回、二次関数の変化の割合です。で、式と x がいくつからいくつまで増加するっていうのがもう書いてくれてたら、これ一撃ですよね。これぜひやり方覚えてください。二次関数の時にしか使えないですけど、ここの x の2つを足します。そのがマイナス4ですね。それに x2 乗にくっついてるここの数字、1ですね、今回。それをかけるんです。足して1をかける。だから、マイナス 4×1 なんで、今回、1番の答えは、マイナス4と。これ、すごい簡単ですね。二次関数の方が。だから、もしここが、y イコール 2x2 乗になってたら、答えは、足してマイナス4。2をかけるから、マイナス8になります。変化の割合はね。で、2番が、今度関数は、だから、y イコール x2 乗、同じだね。について、x の変域がマイナス1から4の時、y の変域を求めなさいと。で、まあ、二次関数の変域は、自信がある方は暗算というか、頭の中で解いてください。時間もね、あと短縮できるんで。ただ、ちょっと苦手意識がある方は、ぜひ簡単なグラフを書いてからやりましょう。で、ここ使ってもいいんですけど、ちょっと自分は次の問題で使う時にぐちゃぐちゃになっちゃうんで、こっちに書き直しますね。今回情報としては、y イコール x2 乗っていうのと、x の変域がマイナス3じゃないよ。マイナス1だっけ？あ、マイナス1だね。上と混ざった。マイナス1と、から4と。
で、その時 Y の辺域を出したいのね。で、Y イコール X2 乗だから、こう上のカーブになるから、まず上のカーブ。もうね、適当でいいです。上か下かがちゃんとはっきりしてれば大丈夫。で、マイナス1から4って言ってるので、マイナス1、まあ、この辺かなって。で、4ちょっと遠くなっちゃうんで、まあ、この辺で止めますけど、大事なことは、マイナス1と4だったら、4のが遠くにあるよね。原点より。そこだけ守ってくれれば大丈夫。で、打ち上げてぐるぐる。打ち上げてぐるぐる。で、このことは、マイナス1から4。つまり、この間の部分だけ考えてねって言ってるんです。だから分かりやすくしたかったら、他のところ消しゴムで消しちゃってもいいっす。こうやって。ここしか使わないよっていう。で、一番高いところと一番低いところの数字を使いたい。一番低いところはここじゃなくて、ここね。原点通ってるから。だから、0。ここが一番下。で、一番高いところはここだよね。じゃあ、ここの Y 座標いくつかなって思ったら、X が4なんで、X4 代入すると、Y は4の2乗。つまり、16じゃんと。だから、0と16っていう数字が分かったんで、一番低いところ先に書きます。Y、一番高いところ書きますと。これで終了です。変域はね。で、なんで書いた方がいいかっていうと、これ、なんかね、機械的にやり方を覚えてしまう子がやると、マイナス1と4を入れます。この数字に。4入れたらさっきと同じように16だよね。マイナス1を入れると1になるんですよ。だから、あ、1と16じゃん。ってやって、0で引っかかるんですよね。そう。っていうもったいないミスが出てくる時があるので、まあ、そこ気をつけてください。それがね、もうそういう風な引っかけでしょみたいな。頭の中でね、思う子は全然頭の中でやってもらって構わないんですけど。では、3番が、2点 AB を通る直線ですね。ここ。こういう通る直線。一応引いちゃおうか。赤でいっかな。いきましょ。よいしょ。まあ、ちょっとね、突き抜けたこんな直線ですわ。で、もうこれに関しては、直線です。A と B っていう2点の座標が出てる。もう2点の座標が出てたら、もう連立方程式で解いちゃいましょうと。で、これはですね、先に、こことここを使って傾きを出してから、切片出す方法でももちろん OK です。で、二つに分かれると思うんですけど、自分、なんだっけ、連立方程式解く方がね、好きなんで、そっちでやっちゃいます。で、直線なんで、y イコール ax プラス b です。使うものは。まず、こっち代入しましょう。y が9、x がマイナス3だから、こうなります。今、代入しただけね。で、もう一回、2の4を代入すると、y が4、x が2だから、うん、違う。こうなります。で、あとはこれを連立方程式解いてください。で、解くと、全部引き算すれば b 消えるんだよね。待ってね。a がマイナス1か。ってことは、b が、6か。と、出たので、次、ここ使いたいね。で、今回これが答えじゃなくて、式だから、戻してあげて、y イコールマイナス x。プラス6と入ってるよね。あ、オッケーオッケー。これが直線の式になります。で、今回、これとこれに関してはここに書き込むことは特にないです。後ろの問題で変域使えそうだったら書き込んでもいいんですけど、今回全く関係ないので。ただ、これは直線の式は書き込んでおきましょう。使う、使わないは別に関係ないので、こう書き込んでおく。で、いつも言うように、直線の式が出てきたら必ず切片の座標を書き込みましょう。ここ。Y 軸とぶつかってるところが切片です。切片っていうのはここの数字のことなんで、ここの座標6なんです。ちゃんと書いたら0の6ね。これちょっと幅がないんで今6って書いちゃいましたけど。本当は0の6です。さあ、最後ですね。まあ、ここが一番のボスになります。4番。平行四辺形 ADBC の面積が24平方センチメートルとなるとき、点 D、こいつですね。の座標を求めたいと。で、ですね、これ、正式な解き方はわからないです。なぜかっていうと、自分は問題しか、問題と答えしかゲットしてなくて、途中式ないんですよ。なので、自分が解いたやり方で紹介します。だから、もしかしたらみんなが解いたやり方の方が簡単かもしれない。ですけど、一つのやり方として聞いてもらえたらと思います。で、自分どうやったかっていうと、まあ、C と D が固定されてないじゃないですか。で、D よりも、
C のが楽なんですよ、出すのが。なぜなら X 座標0って分かってるから。で、今回こいつが平行四辺形なんで、C が分かったら自動で D が分かるんです。これ平行四辺形の時に使える技なんですけど、なぜかっていうと、例えば、じゃあこれが0の、どうしよう。じゃあ0の10としようか。0固定だもんね。そうするとね、こっからここ見てください。A から C。A から C までって、右に3行って、上に1上がってるじゃないですか。マイナス3から0行ってるから、右に3行って、9から10だから上に1です。これが大事。3行って1ね。ってことは、図から考えて、こっからここっていうのは、3、1上がってんだから、3、1で下がるんですよ。3戻ってきて、1下がる。平行四辺形の特徴ね、これは。だから、あ、じゃあ C 求めちゃえば楽かなと思って、そっちで行きました、自分は。もしかしたら D をね、ダイレクトに解く方がいいのかもしんないけど。なので、C が欲しいと。だから分かんないここ、よく自分 T って、まあ文字を使ってやるんですけど、0の T って置きました、そこ。0の T ってね。で、この平行四辺形の面積が24って言ってるから、もちろん、あれ、平行四辺形っていうのは、対角線で切った時に面積が半分になります。同じ三角形になるので。で、今ちょうどこう AB で切ってるでしょ。ってなると、ここの面積、ちょ、引いちゃおうか。ここ、上の方ね。ここは面積12になります。半分だからね。じゃあ、ここの面積12で求めちゃおうかなと思ったわけです。で、なんでこっちで求めやすいかっていうと、ここを底辺って固定したら、高さここ、3って分かってるし、マイナス3だからね。3だから。で、こっちも高さここだから、2って分かってるんですよ。あ、じゃあこれ出しやすいな、と思って。下の三角形だと、ここ切ったとしても、こっちが変な形になっちゃうんで、左が。だから上の三角形で攻めました。で、今、図から判断して、C は A より上にあるって、最初に書いてあったでしょ。だから、T と6を見たときに、T のが上にあるんですよ、必ず。ってことは、ここの長さは、T から6を引いた、T-6 と置くことができます。これちょっとピンとこない子がいるかもしれないので、もしここが10だったらって考えてください。T のところ10ね。そしたら、ここ10です。ここ6です。ここの長さいくつ ?10-6 で4って考えるじゃないですか。ここまでが10、ここまでが6だからね。じゃあ同じように考えて、ここが T なら T-6 って置けるなと思ったの。で、あとは底辺も置けたし、高さも分かってるんで、左の三角形が、底辺かける高さ3ですね。で、かける2分の1、三角形だからね。だからちょっとくっつけてごめん、2分の3にしちゃいます。ちょっと入んなくなりそうなんで。で、プラス右の三角形、底辺は T-6、かける高さ2、で、かける2分の1をするので、なくなっちゃうんだよね、結局ね。で、これ分配法則してまとめてください。一気にまとめちゃっても楽なんですけど、まとめると、これ、間違った。イコール、こいつが、12なんです、今。さっきの三角形の面積ね。左の三角形と右の三角形くっつけたら12になると。で、詰まっちゃった。ごめん。詰まっちゃった。で、ここ割ると、まあ、自分は先にちょっとこうやって計算しちゃったんですけど、先に2かけちゃった方が楽だったのね。やり方としては。で、あとは5分の2をかけて、t-6 イコール、5分の24となります。で、マイナス6こっちに持ってくると、ちょ、こっち行こうか。t イコール、5分の30を足すんで、待ってね、5分の54と。そう、これかなり変わった数字になります。ってことで、ここの C の座標は、0の5分の54ってことが分かりました。これ、整数になってくれたら超楽なんですけどね。ちょっとめんどくさいと。で、でも、めんどくさいってなっても、これで、いくつ行って、いくつ上がってるのかを調べればいい。こっからね。で、こう行って、こう上がってるわけじゃん。で、右には当然3行ってます。マイナス3から0に行くには3要するしかないからね。じゃあ、9から5分の54って、いくつ上がってるのっていう考え方は、5分の54から9を引けばいいよね。これも分数だから分かりにくくなりますけど、もしここが10だったら、9と10、いくつ上がってるって9から10いったら10-9って1上がってるって分かるじゃないですか。だから同じように、こっからこれを引いてあげます。で、通分する必要があるので、こっちを5分の、
5分の45か。ってことで、5分の54、引く5分の45だから、5分の9上がってることがわかるんです。3行って5分の9上がってると。じゃあ、これで最後終わりだね。こっちから、こう行ってこう下げるには、3戻して5分の9下げればいいと。っていう風に考えれば、ラスト、D。まず3左に行きます。もともと2だったんで、3こっちに来たらマイナス1になります。いい？で、4から5分の9下げるんです。4からね。で、これも4引く5分の9しなきゃ、うわ、ちゃうちゃう、ごちゃごちゃですよね。ここでいいか。4引く5分の9する必要があるので、通分すると、5分の20引く5分の9。なので、5分の11と。これで終了となります。まあ、途中でも話しましたけど、これは自分のやり方なので、もしかしたらもっとすげえ綺麗なやり方があるかもしれないです。もしね、思いつく方がいたらコメント欄とかで書いていただけると他の方の役に立つかと思うんですが、ひとまずこういう風にやるやり方もありますので、もしよかったら参考にしてみてください。では、ちょっとね、長くなっちゃったんですが、今回は受験対策動画関数第13弾をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。では、またね、関数なのか違うね、単元なのかわかりませんが、受験対策動画ちょこちょこ撮っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。